パパ。いやいや、ダメや、びっくりした。これマジキプリンセス買って。急に何言ってんの、買わないよ。着替えを用意しよう。ん、サナ、お願い買って。ダメ。ちょっとテレビでも見よっかな、ブチッと。パパ。え、サナ、かわいいね。パパ、お願い買って。マジキプリンセスは買いません。え、どうやってテレビ入ってんのね。そのちゃんかわいそうじゃの。よし、じゃあおじいちゃんが。よし。次の日。はぁ、はぁ、あれ、そんなわけないよ。え、ほら、え、ちゃんなちゃん、こんなにいっぱいある。イエーイ、早速開けようよおじいちゃん。はい、じゃあそらちゃんはどの子が好きなの。欲しい。ああ、そうかそうか、出るといいね。じゃあ1個目いくよ、せーの、ジャン。かわいい、デビーちゃんです。はい、1個目。よーし、じゃあ次行こうかな、せーの、ジャン。おお、ピンクの子だ、かわいいやん。あ、この子ティーちゃんだね。2個目。はい、2個目、せーの、ジャン。うわー、寝てる姿の女の子だ。この子はね、エリーちゃんやって。エリーちゃんって言うんだ。3個目、これで。はい、3個目。じゃあ次どれにしようかね。あ、え、あ、パパが帰ってきちゃってる。まずい、これで見つかったらむっちゃ怒られるよ。どうしよう、どうしよう。じゃあ、待って、ただいまー。はー、疲れた。あー、疲れた。よいしょ。帰ってきちゃったね、お父ちゃん。見つしかないおじいちゃん。あ、そしたらパパに見つからないよう残りのプリンセスを救出するんじゃ。いやじゃ。あ、パパパパ、ちょっと見て、ちょっと。あー、ちょっと、え、すごくない？え、全然わかんないけど。え、めっちゃすごいやん。え、な、頭いか。どうしたの、サナ、それ。髪の毛だよ。え、じゃあね。救出成功。おお、太陽に当たってドレスの色が変わってる。すごい。じゃあ早速開けよう。せーの、じゃん。うわー、4人目、ビアカちゃん、白いドレスがいいね。じゃあ5人目いくよ、せーの、じゃん。かわいい、この子。あ、袋の子だね。まあね。5人目、ハニーちゃん、せーの、じゃん。この子と同じピアラだ、かわいい、お揃いだね。6個目、フェリシティ。中にね、本も入ってるんだよ。知らなかった、見せて。へぇ、この子とお友達なんだ。じゃあ他の子にも助けに行くぞ。おい、パパや、ちょっと見て。え、最後の一段。お、え、もうちょっとゆっくりと、ゆっくりと。すごかったね。はあ、お、あれ、あ、そうだ。なんかポテチいっぱい持ってるやん。パパに1個ちょうだいよ。はい、ありがとう。やったー、ポテチ。やった、美味しそう。じゃあ、じゃあね、パパ。あ、ありがとうね。よかった、本物のポテチ持ってて。じゃあ早速開けてみよう。いくよ、せーの、じゃん。うわ、めっちゃこの子かわいいやん。しかもこの子とお揃いだよ。7個目、マリッサ。よいしょ、せーの、レッツゴー。あ、間違えた。かわいい、この子三つ編みしててかわいいね。ハニーちゃん、8個目、せーの、じゃん。うわ、この子バレ持っててめっちゃかわいいやん。ほら、8個目、サブリナちゃん。
もうネタがないぞ。どうしよう。パパ、ちょっと爪切りどこで。爪切り？爪切りそこだって、そこ。そうなんだよ。じゃあ、そこだって。え？ん？マーメイド？なんかシャカシャカしてるけど、何これ？ここ雪でだよ。じゃあね。なんかおかしいな。もうヒヤヒヤしたよ。どうしようか。じゃあ道開けてみよう。せーの、じゃん。わ、やったえ、来た。うわ、来た。10個目しみるちゃん。せーの、うわ、めっちゃ可愛いよこのスカウト。11番目のタマちゃん。せーの、じゃん。目の色がめっちゃ可愛いよこの子。12番目のアイラちゃん。これで全員揃ったよ。うん。サンダー上か？上かな。あ、まずい。パパが上がってきた。やばい。サンダー、俺、黒。サンダー。どうしたのパパ？なんか後ろ光ってるよ。え？光ってる。なんだ、もう買っちゃったのか。実はね。パパも買ってたんだよ、びっくりさせようと思って黙ってたんだよ。ああ、だからダメって言ったのか。じゃあ早速あげるぞ。おーい、イエーイ。数日後、かくれんぼしましょう。はい。なにこれ。応募したら当たったんだよ。あ、これ、この子たちと一緒だ。やった、嬉しい。よかったねー。